久保さん。久保さん。<laughs> お金払ってくださいって言っても、なかなかお金払ってくれる人いないですよね。ね, <laughs> ねえ。あの、すごいいい話聞けました。あ、じゃあお金ください。いや、ちょっと、みたいなね。<laughs> そう。だから、その、いい話聞いて、だけどお金を払わない。だけどいい話聞きたい。ただで、っていうね。うん。だけど、まあ、ぶっちゃけ言うと、 あの、それタダでできる理由があるんですよ。で、それがタダでできる理由っていうのは YouTube の仕組み。これがありがたいことなんですけど、少なくても、まあ,あ、久保さんはね、今回20万ぐらいもらうらしいんで、20万ぐらいいきそうなのかなうん。広告収入ですね。で、僕も、まあ月、月大体僕の場合3万ぐらいなんですけど、まあ3万でもお金になってるんで、無料で答えてもね。1円にはなってるんで、1円とか、まあ 0. 何円とかにはなるんで、 まあいいかなっていう <laughs>。ね。まあ、も,もらえないの分かってるんで。で、もらえないの分かってるから、もらえるところがもらうっていう。Google さんありがとうっていう。Google さんはね、あのーや、やった分だけもらえるんで、ね、自分の結果、再生数だったりとか、まあ、広告単価変わりますけど、やればあのそ、それに応じてくれるんで、でお客さんってそれに応じてくれないから <laughs>。ただ、これがね、ビジネスの難しいところですよね。YouTube の広告収入はね、分かりやすくていいんじゃないですかね。 うん、で、やった分だけ、努力した分だけもらえるっていう <laughs>、そうじゃないですか。なんか、もちろん広告単価あるんで、一概には言えないですけど、まあ、100万再生回しても広告単価めっちゃ低い動画だったら、まあ、そんなもらえないかもしれないですけど、逆に広告単価めっちゃ高くて再生数回したらすげえ入ってくるんで、うんまあ、僕は100万回回したことがないんで、何とも言えないですけど、ただ、僕、大量に動画アップしてるんで、だいたい広告単価分かりますよ、どういうジャンルがね。 あの単価高いのかとかね。まあそれデータ見れば分かるんで。うん。だから、あの、う、まあ、久保さんも言ってましたけど、発信しろっていうことで、YouTube が一番いいんじゃないかなと思いますね。うんで。あとは、まあ全員がね、お金払ってくれるわけではないですけど、結局、お金を払ってくれる人の要因を作ってるのはやっぱ YouTube なんで、まあその、結局その信頼を貯めていった結果、じゃあもう有料入りますっていうことなんで。 だ久保さんもね、前もなんか、あのずっと動画1年前からずっと見てて、そっかしが入りますっていう人が多いと思うんですよ。うん。結果的に。結果的に今は、今はちょっとってだけど、結局1年後、2年後、3年後って話ですよね。だから、まあ結局、発信し続けてたら、あ YouTube からも,もらえるし、あの結果的にお金もいただける。今はもらえないかもしれないけど。うん。 だから、でも、それは発信していなければ何も始まらないってことですよね。うん。そう。だけどね、まあ今、僕、広告の話したじゃないですか。でも、広告、チャンネル登録者数1000人に行ってないと、あの広告入んないですよね。で、僕が YouTube 始めた時って、そもそも広告入れてなかったんで、うん。チャンネル登録者数も1000なかったから。うん。てか、最初、だからもう完全無料でやんないといけないですよ。 うん。だから圧倒的に、あの、お金、セールスが決まんなくても、お金入金されなくても、やんないといけないんですよ。だからここがね、多分あの、だから YouTuber になれない人って、多分そこの壁を越えられないのかなっていう。無料でやり続けて、だから、無料で働くっていう行為ができない。うん。でもね、僕のこれ、過去の話させていただくと、 面接ですね。面接の本当に事例をお話しすると、僕は以前の会社の面接、15年前ですよね。僕の人生を変えるネットビジネスの会社入る時の面接の時に何て言ったかっていうと、あの、給料いらないんで、と、と、あの、もう、なんでもいいんで働かせてくれと。あの、やる気だけはあるんで、給料もいらないですと。で、とまり込みでやらせてくれみたいな。まあ、そんな勢いで行きましたね。 でそのお金じゃないですよ。お金を生み出す何かが欲しかったんですよね。だそれがネットで稼ぐスキルなんですよ。うん。だから、お金は必要なんだけど、お金をどこにフォーカスしてるのかってかなり大事なんですよ、これね。お金確かに大事です。だけど、そのお金を生み出すスキルがないっていことが最大の、あの、ダメなところなんですよ。だ結構ね、それを僕、かなり昔から、あの、 なんだ理解はしてないけどなんとなくか分かんないですけどそこ一番大事だなっていうのはすごくあ,ありましたねうんだお金が今,今はなかったとしてもそのスキルがあればいくらでもお金生み出せるだろうって思ってたんでうんだからできたっていうのはありますねでもみんなはそ,そこのスキルにお金を稼ぐスキルを高めるっていうところに完全フォーカスしてないのかなと思うんでだってそのスキルあれば いくらでもお金稼げるわけじゃないですか。で、なんで今お金ないのかっていうと、そのスキルがないからですよね。会社でもそうで、会社でもそうで、なんで上司になれないんですかなんで執行役員になれないんですか,ですか会社で、その、会社でに貢献するスキルがないんですよね。多分その会社でダントツナンバーワンに会社で貢献できるスキルがあって、会社に貢献してたら、絶対修正しません給料もらえるじゃないですか。 だからそれはネットビジネスに限らず、どこの業種で働いたとしても、多分その会社で求められるスキルがあって、で、そトップレベルで会社に貢献してて、出世しないっていう会社はあるのかなって、あんまりなくないですか超絶ブラックだったらわかんないですけど、どう、どうですかね <laughs>。だからね、このスキルにフォーカスするって僕ね、すげえ大事でして、このセンターピン結構ずれてないですね。うん。 でもみんななここにフォーカスでできてないですよねお金を生み出す源泉って何なんですかって逆に言うと今収入がない理由は何なんですかっていう今欠けてるもの自分に欠けてるものは何なんですかって前孫子の兵法出ましたけどねあの己を知り敵を知れば百戦錬磨危なからず自分がどれぐらいのスキルがあるのかっていうのを、まあ てるとは思うんですけども、じゃあそれを補ってるんですかっていう <laughs>。うーん。そこ超大事だと思うんですよね、久保さん。どう思いますはい。ということで、まあ、この続きはね、ちょっと、こうまあ、あの、当分、あの、リレー、ちょっとできないです <laughs>。実は今から久保さん、今から僕移動しますから。この夜中 <laughs>。夜中からちょっと移動するので <laughs>。じゃあ,あ、の、多分まあ、この続きは、 なんだ9日ですかね ?9 日ちょっとお願いします。はい。対談、お願いします。まあ、それまでちょっと、あの、開始はできないと思うんで。まあ、開始は別で取りますけど、あとでね。はい。まあ、そんな感じで、はい、ちょっと移動、いろいろして、あれも、イベントもあるんで <laughs>、ちょっと難しいかなと思います。まあ、向こうの人との絡みもいろいろありますんで。はい。ということで、気をつけてね、ちょっと旅立ってこようかなと思います。結構、 だいぶ長い移動になるんで、8時間か9時間かな、10時間ぐらいかかるんで、寝ながら行きますけど <そう S 1> <laughs>、はい。ということで、また9日、生きて、頑張って生きていきますんで、死なないように仮眠していきます。では